もしお宝が眠っているという情報をつかんだら、あなたは探しに行きますか？遡ること22年前の2001年11月15日、アメリカ、ミネソタ州デトロイトレイクス。すでに本格的な冬を迎え、雪が降り積もるこの街で、奇妙な姿をした一人の日本人女性が凍死体で発見されました。彼女の名は小西貴子、28歳。何が奇妙だったかというと、マイナス3度を記録した寒い日だったというのに、なんと彼女が履いていたのはミニスカートだったんです。そしてその遺体からはある人物の名が記された一枚の名刺が見つかります。ジェシー・ヘルマン。それは隣の州に勤める警察官の名刺でした。ミネソタ州の警察は手がかりを求めてヘルマンに連絡を入れます。ああ、そんなアジア人が4日前に来たのは確かだよ。そしてヘルマンがこの後放った衝撃的な一言によって、この田舎町で起きた奇妙な事件はアメリカ全土で話題になっていくのです。彼女は映画で見たお宝を探しに来たんだ。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おそす、ケンちゃんです。おしゃれには我慢も必要なのよ、ヤミッコです。アニメアルゴメトリーでは、本当に実在したかどうかわからない世界中の都市伝説や超常現象について真相を深掘りしていきます。今回ご紹介するのは、アメリカで最も有名な日本人小西貴子について。その小西貴子さん、私全く存じ上げないんだけど、そんなに有名なの？今だったら大谷さんの方が有名じゃない？小西貴子は日本では知られていませんが、アメリカでは2014年トレジャーハンター久美子という映画が公開されるほど非常に有名なんです。ただ彼女がアメリカで最も有名な日本人と言われるに至るまでの経緯には、様々な事情が絡み合っていたのです。まずは、なぜ一人の日本人女性がアメリカでトレジャーハンターと呼ばれるようになったのか、その理由から見ていきましょう。トレジャーハンター誕生。遡ることおよそ21年前の2001年11月11日、アメリカノースダコタの州都ビスマーク。おいおい、なんて格好で歩いてるんだ。トラックを運転していたドライバーの男は、寒空の下で歩く一人のアジア人女性を発見しました。彼女は太ももまでの黒いブーツや黒いコートは身につけているものの、黒いミニスカートを履いていて、防寒対策がバッチリとは言えませんでした。こんな薄着で一人で歩いてるなんて、もしかしたら何か困っているのかもしれない。そう感じたドライバーは親切にも、このアジア人女性を警察署まで連れて行くことにしたのです。もちろん真冬のノースダコタを舐めているような軽装のアジア人は、到着した警察署でも驚きを持って迎えられることになります。分かってないわね、警察も。寒さに負けてたらおしゃれなんてできないんだから。日本人のその感覚は理解されないでしょうね。油断すれば即刻投資の可能性もありますし、ミニスカートのアジア人を見て娼婦なのではないかと疑いを持った警察でしたが、調べが進むうちに彼女が日本からやってきた小西貴子という名の人物であることが分かりました。その後、貴子は数人の警官たちによって取り調べを受けることになります。主に担当した警官の名はジェシー・ヘルマン。しかしヘルマンはここから苦労することになります。なぜ日本からこんなところまで来たんだい？一体この寒い中、なぜそんな格好で出歩いていたんだ？ヘルマンが何を聞いてもろくに答えない貴子。なぜなら、貴子は英語が話せなかったのです。ちなみに貴子はポケット翻訳機を持っていたのですが、全く役に立たなかったそうです。今だったらスマホの翻訳機能でなんとかなりそうなんだけどね。もし当時もそれができていたら、こんな事態には発展しなかったかもしれません。困った警官たちは藁にもすがる気持ちだったのか、町中の中華料理店に片っ端から電話をしたという記録が残されています。しかし日本語が話せるアジア人を見つけることはかなわず、お互いに言語を理解できないまま取り調べは進みました。一体この女は何をしに来たんだ？しかしその後、貴子が警官たちに一枚の紙切れを見せたことで事態が進展します。その紙に書かれていたのは、どうやら自作の地図のようで、そこには道路を表す2本の線と木が書かれていました。そして貴子は地図を指差しながら、ファーゴと発し続けます。このファーゴという単語だけが、貴子の話す言葉の中で警官たちに聞き取れた唯一の言葉だったのです。ファーゴとは、貴子と警官などいるビスマークから東へおよそ300
キロ離れた場所に位置する町の名前。タカ子の必死な訴えにより、その地図が彼女の行きたい場所だということを警官たちは理解します。しかし道路と木しか書かれていない地図は、自然豊かなノースダコタにおいて全く役に立たなかったのです。英語も話せないでこんなところに行くなんて、タカ子は大した度胸ね。でもタカ子はなんでファーゴに行きたがってるのかしら。そこも謎だったんですが、ある一人の警察官がきっかけでその謎が急に解決したんです。立ちはだかる言語の壁に、タカ子の取り調べは難航を極めました。警官たちが辛抱強くタカ子から話を聞いた時間は、実に4時間にも及んでいたとか。取り調べ室は半ば諦めムードでしたが、そこにいたある警官の一言で場の空気は一変します。もしかしたらこの日本人、映画のファーゴの話をしているんじゃないか。そしてこの警官は続けてこう言ったのです。ファーゴには大金が入ったブリーフケースが埋まっている。その中身は100万ドルだ。なんですって？話が変わってきたわね。ヤミコさん、100万ドルと聞いて急に前のめりにならないでください。日本円にして1億円もの現金がファーゴに埋まっているとは一体どういうことなんでしょうか。この話を聞いた警官たちは、タカ子の持っている地図は映画の中で大金が埋められた場所を示していると理解します。まさかこの日本人は映画の中の埋蔵金を探しにやってきたのか。戸惑いを隠せない警官たち。しかしこれまで噛み合わなかったタカ子との会話に、この話は不意に舞い降りた手がかりでした。タカ子を取り調べたヘルマンは後にこう語っています。突然全てが理にかなっているように感じた。その後もしきりにファーゴという言葉を口にするタカ子。警官たちはタカ子がどうしても地図に示された場所へ行く決意を固めていると判断し、彼女をバスの発着所まで送り届けることにしたのです。映画の中の埋蔵金を探しに日本からアメリカに行くって、タカ子は相当ぶっ飛んでるわね。でもそこまでして探したいってことは、ファーゴって映画はノンフィクションなの？徳川埋蔵金みたいな？そこが今回の話の重要な点の一つなんです。その映画ファーゴとは一体どんな内容なんでしょうか。映画ファーゴの皮肉。今回の事件の鍵を握る映画ファーゴは、事件の5年前にあたる1996年に公開されました。狂言誘拐が発端となり、嘘と現実が入り乱れていく中で、一人の捜査官が真実を見極めながら犯人までたどり着いていくという、いわゆるサスペンス映画です。そしてこの映画の重要なポイントは、冒頭シーンに流れるこの文章、 This is a true story。この映画の出来事は1987年にミネソタで起こった実話である。この文章によって観客は、この映画は実話を元にした映画なんだと理解しながら見ることになります。しかし映画を見終わった観客がエンドロールで最後に目をするのは、なんと、この物語はフィクションですの文字。つまり冒頭の実話であるとの部分までもがフィクションという、皮肉であふれたメッセージなのです。この演出には当時多くの観客が騙されたといいます。つまりファーゴはフィクションってことでいいのかしら。そうですね、冒頭の実話であるという文章さえオチに使ったということになります。でもタカ子は最初の言葉の方を信じたってことなのかしら。そういうことになりますね。しかしタカ子の行動には、フィクションのパラドックスと呼ばれる現実と作り話の区別がつかなくなる人間特有の現象も疑われました。それでは本日のメトラキーワード、フィクションのパラドックスについて。人はなぜ作り話に感情を揺さぶられるのか。この疑問はフィクションのパラドックスと呼ばれ議論されてきました。人はフィクションを見るときに登場人物などに感情移入をします。しかし感情移入するということは、その対象が実在していることを信じることが条件になるのです。ところがフィクションを見ている人はそれが実在していないことを知っています。この矛盾こそがフィクションのパラドックスなのです。このフィクションを信じる能力は脳の錯覚が関係しており、人間だけに備わっているものとされています。しかし逆に言えば、人間だけがフィクションに騙されるとも言えるのです。今回のケースでは単純にタカ子がフィクションを見抜けなかっただけとされていますが、私たちの中で現実と作り話の区別が曖昧になるのは日常の出来事なのです。そういえば私も映画やアニメを見てよく泣いたりするけど、あれもそのパラドックスなのかしら。その通りです。ヤミコさんはまさか見ているアニメが実話だとは思っていませんよね。それでも泣くという感情の現れは、少なくともアニメを見ている間はそれが現実のものと脳で錯覚しているからなんです。ただ現実とフィクションを区別できなかったとされるタカ子に警察は手を焼いていました。
映画ファーゴがフィクションであることを警察はもちろん知っていました。タカ子が警察署にいた4時間という長い時間、それはファーゴの埋蔵金など存在しないことを警察が必死に説明していた時間でもあったのです。わかるかい？あれは映画なんだ。大金はどこにも埋まっていない。しかしいくら説明しても貴子の気が変わる様子はありません。もうこの女は自分で行かないと納得できないんだろう。貴子の根気に負け諦めた警官は貴子をバスの発着所まで送ることにします。そしてこの時パトカーの中で貴子は何度か腹部を抑えながらキャンサー、つまり癌を意味する単語や6ヶ月を意味する6マンスという英語をつぶやいたとの証言が残っていました。貴子の言葉を聞いた警官のヘルマンは癌の宣告を受けてから6ヶ月なのか、あるいは余命が6ヶ月なのかと受け取ったようです。これにより警官らは癌で余命わずかの日本人が一発逆転を夢見てやってきたとの推測を深めていくことになりました。やだ、貴子は癌だったの？それならもうちょっと体をいたわる格好にすればいいのに。トレジャーハンターでも重病患者でもミニスカートは不釣り合いですよね。そして警察が貴子を送り届けたその4日後の11月15日、ミネソタ州デトロイトレイクスの雪の中で貴子は凍死体となって発見されます。この時彼女の財布からは警察署で渡されたヘルマンの名刺が発見されました。そしてこの名刺の発見が彼女を都市伝説化するきっかけとなるのです。すぐに事情を聞くためにデトロイトレイクスの刑事はヘルマンの元に電話をかけます。そしてこの時ヘルマンが話した若い日本人が映画の埋蔵金を求めてやってきたという証言が報道され、貴子は日本からやってきて投資した間抜けなトレジャーハンターとして都市伝説になったのです。確かに間抜けかもしれないけどさ、ちょっとひどくない？間抜けなやつなんて世の中に山ほどいるでしょ。ヤミコさん、実は貴子が都市伝説になったのには他にも理由があるんです。デトロイトレイクスの刑事は彼女が警察署に行く前の足取りを追いました。深まる謎。デトロイトレイクスの刑事はさらなる捜査のため彼女が警察署に行った後の足取りを追うことに。その結果貴子は遺体で発見される前日にバスでファーゴまで移動し、そこでクオリティインというモーテルにチェックインしたことが分かっています。しかし不思議なことに貴子はお目当ての地に到着したにもかかわらず、ファーゴの住人には一言も映画についての話をしていないのです。貴子と話をしたというモーテルの従業員は、彼女は映画について何も話さなかった、ただ星が綺麗な場所を教えてほしいと聞かれただけだと証言しています。また貴子が亡くなったデトロイトレイクスでは幾人もの住人が貴子を目撃したり会話をしたりしているのですが、その誰一人として貴子の目的や行き先を把握していないのです。英語話せないのに結構いろんな人と会話してたの？ボディーランゲージで？受け取る側の言語力の違いなのかもしれませんね。ただ貴子が亡くなったデトロイトレイクスでは次のような目撃証言も上がっています。なんだあれ。ドライブ中のジェフとスコットは雪の中で女性が手を挙げているのを見つける。どうする？乗せるか。二人が迷ったのは彼女が季節外れの奇妙な格好をしている異国人だったからだ。結局二人はこの不思議なヒッチハイカーを車に乗せることにしたが、しばらく車を走らせたところでストップ、そう車を止めるように指示した女性はその後雪の中へと消えていったという。また別の時間、ミネソタ州デッドショット湖のすぐそばに住むデビー・クルーガーはその日家の中から不思議な光景を目にしていた。あら、人が歩いているなんて珍しい。普段は人通りなどない雪の降り積もる丘を奇妙な格好をした女が登っているではないか。あの女性ミニスカートを履いているの？軽装かつ全身黒ずくめという謎の女を見たクルーガーはすぐに自分の子供たちを呼んでこう話したという。ほら外を見てごらん、魔女がいるわよ。魔女扱いってひどいわね。でもさ、これだけの人と関わりがあったのに誰も貴子が死ぬのを止められなかったの？そうなんです。誰も貴子の目的や行き先について把握していない。この事実が都市伝説家に拍車をかけたと言っても過言ではありません。これだけの人物と遭遇していたにもかかわらず人知れず森の中で亡くなった貴子。最初に雪の中で貴子の遺体を発見したのは弓矢を手に狩りに出ていたカリウドでした。そして発見時の彼女
の遺体のそばにあったのは2本のシャンパンボトル。また検視に回された高子の遺体からは鎮静剤や抗痙攣剤、さらに精神安定剤などの抗精神薬が6種類検出され、それらはシャンパンで服用されたものと考えられました。しかしこれらの薬物は致死量には至らず、高子の死因はあくまでも凍死と断定されたのです。ところがこの検視によってある事実が判明します。それは高子が車の中で警官に語ったとされるガンについてでした。検視官の報告によれば、高子の体はガンではない。つまり高子と警官たちのコミュニケーションは成り立っていなかったということになり、想像以上に高い言語の壁の前に意思疎通が破綻していた可能性が出てきたのです。ちょっと警察は一体何を聞き間違えてガンで余命6ヶ月だと思ったのよ。その答えが分かる日は来なさそうですね。でもさ、森の中で薬をシャンパンで飲んだってもう自殺目的でしょ。でもガンだから悲観して自殺ってことでもないのよね。謎多きこの事件ですが、ある人物が興味を持ち調べ始めるんです。そしてついに事件の真相が明らかになります。明かされた真実。こうして遺体の検視が終わると、この日本から来た奇妙なトレジャーハンターは自殺の可能性が高いと報道されます。ただこのニュースを見て高子に興味を持った人物がいました。その人物は映画監督のポール・バーツェラー。彼はこの事件に惹かれ、ドキュメンタリー映画の題材として高子の死の真相の調査を開始。なんと高子が住んでいた新宿のアパートの大家にまで取材をしているのです。そしてバーツェラは高子がファーゴを目指した真の理由についにたどり着きます。彼は事件から2年後の2003年、ドキュメンタリー映画を公開。そのタイトルは This is a true story という、なんとも皮肉を込めたものでした。高子は東京の旅行代理店に勤務する普通の OL でした。映画 This is a true story の中で描かれている高子は東京で幸せに暮らすどこにでもいる女性だった。しかしそんな彼女の日常にある日変化が訪れた。高子が勤務する会社が倒産を発表したのだ。一体これからどうしたらいいの。職を失ったショックで落ち込む高子。しかし不幸というものは連鎖するものだ。シンガポールで新しい事業を始めることにしたんだ。僕は東京を離れるよ。そう高子に別れを告げた男性の名はダグ。彼は東京で高子と知り合ったアメリカ人男性で、二人は愛し合っていた。ただそこには大きな問題もあった。実はダグは既婚者だったのだ。失業により憔悴していた高子に追い打ちをかける失恋。この時彼女の中で何かが音を立てて崩れる。もう何もかもどうでもいいわ。生きる気力を失った高子は日に日に酒に溺れていき、ついには深夜の風俗店で働くようになった。そして2001年11月、彼女はアメリカに向かった。11月11日には高子はアメリカから実家に一通のエアメールを送っている。その手紙に書かれていた内容とは、親愛なるお父さん、お母さん、弟へ先立つ不幸をお許しください。そう、その手紙とは遺書だった。つまり高子は最初から死ぬつもりでファーゴを目指していたのだ。いや、ガンどころか宝探しも関係ないじゃない。つまりファーゴはただの目的地であり、警官がたまたま5年前に見た映画と結びつけてしまったことからこんなことになってしまったんです。確かに英語が喋れないとかいろんな要素が絡み合ってこうなっちゃったのね。でもなんで高子は人生の最後にファーゴに向かったのかしら。実はそこにも深く悲しい物語があるんです。失恋と失業で生きる希望をなくした日本人がなぜアメリカの田舎町で自殺を図ったのか、その疑問の答えは意外なところにありました。実は高子は過去に3度ミネソタを訪れた経験があります。その時彼女の隣にいたのは恋人のダグでした。そう、ファーゴは恋人ダグの故郷だったのです。高子は自殺する前日、シンガポールにいるダグに40分間の国際電話をかけたことが分かっています。それは愛する人への最後の電話でした。彼女がファーゴに探しに来たものは100万ドルなどではなく死に場所だったのです。振られたからその人の故郷で自殺するってなかなかの情念ね。どうやら都市伝説に隠されていたのは悲しい女性の物語だったようです。高子のドキュメンタリーを制作していたバーツェラーは日本で取材中に高子の部屋にラジカセが残されているのを見つけました。その中に入っていたカセットテープに録音されていたのはテレサ・テンのふるさとはどこですか。高子は日本でその曲を聴いていたのかもしれません。
最後にその歌詞の一部をご紹介します。ああ、そしてあなたがいつの日かあなたのふるさとへ連れて行ってくれる日を夢見たの。生まれたてのこの愛の行方を祈ったの。メトラの皆さんはこの歌から何を感じるでしょうか。ぜひコメントでお聞かせください。